単語国風土記は単語国の風土記。一緒であるため、内容は尺日本記などでの引用によるしかない。風土記編纂が命じられたのが和道6年であるため、原本は遅くとも8世紀中にはできていたと思われる。数多くある風土記一文の中でも、比較的長文が残されており、最古の部類に入る浦島伝説、羽衣伝説の記述は、 万葉かなが垣の和歌が入っている点も含めて、特筆すべきものである。他に、天の橋立ての伝承もある。筒川諸子水、江浦島子という項目に記述がある。天井戦火や、よもぎ山が出てくるなど、中国都来の新鮮思想が伺える。水、江浦島子が童話に出てくる、浦島太郎であるが、この人物は、ただし襲う馬国像の氏族である。 草下部首の一人である。と前置きした上で、長谷朝、倉宮行天皇のおよ、浦島子は小舟に乗り釣りに出た。三日三番の間一匹の魚も釣れなかったが、五色の亀だけいる。キーに思ったが眠っている間に亀は比べることもなき美麗な婦人となった。女娘は問答の中、天上戦火の人なりと己を語る。彼女が眠るように命じ、 浦島子が目覚めると、不意の間に、海中の大きな島に至っていた。館の門に入ると七人の同士、八人の同士が、迎えるが彼らはそれぞれ、すばる星と雨降り星だという。女娘は、父母と共に迎え、艦隊の合間に人海と戦闘の別を解く。館に泊まること三年たち、浦島子は、郷里のことを思い出し、 新鮮の境にいるよりも属性に帰ることを希望する。女娘は別れを悲しみながらも、玉串毛を渡し、戻ってくる木なら夢夢明ける中れと忠告する。帰り着いて、あたりが変わっているので里の者に聞くと、浦島子は爽快に出たまま帰らなかったということに、されていた。玉串毛を開くと風雲に、変引けるような変化が起き、浦島子は、涙にむせび徘徊し、歌を読む。 別の書、古事談では、純羅天皇行天朝二年紀の富、丹後国予算軍人水、江浦島湖、この年の離末戦、至る故郷と記され、そのことから帰還まで350年程度経ったと推定される。出発時の有略天皇の代がいつなのか、確定しがたいが、他の浦島伝説での共通点も踏まえ現世では、館での三年より、 はるかに長い時間が流れていたと伝えられることは確実なようである。ひじまないなぐじゃという項目に記述がある。各地に伝わる、羽衣伝説とは違い、物語の筋が一風変わったものになっている。この里の七三頂きのまないの湖で、天女八人が水浴びしていたとき、わなさという老夫婦は一つの羽衣を隠し、帰れなかった天女を子にした。そのおかげで、家は富。 しかし豊かになると、何時は我が子ではないといい天女を追い出してしまう。天女は同国しつつ、そこを去る、追い出した、老夫婦の村はその後あれ、天女は、現在の竹野郡や坂町の名古神社に、豊か境可能あた命として祀られることになったと言う。ありがとうございます。